あのー、これあの、中国の車というものがどういうものかなんですけどが、まあ、電気自動車ですから、まあ、エンジンいらないわけですよモーターだけあればいいだから蓄電池とモーターだけであればいいので、まあ、簡単に作れちゃうわけですよねただ、あのレアアースが必要ですから、まあ、中国は、ね、レアアース、えー、出ますので。 日本は出ないですから、まあ、日本が EV 作ろうと思ったら、えー、中国から山ほどですね、えー、そういういレアアースなどを買わなくてはいけないわけです、はいえー、電池作るのだってね、えー、やっぱ中国リチウムイオン電池だって、えーね、日本ではこれ出ないわけですからね原料がね、はいえー、でまあそういう、まあ、原料の面でまあ中国から出るもので EV が作られるということ、えー、で怖いのは あの動くスマホなんですよね、はい、だからスマートフォンではなくスマートカーなわけで、えー、ですからの中国製の OS が搭載されたもうもう動くスマホみたいなもん、ね、もうスマホにエンジンがついてエンジンじゃないごめんなさいスマホにモーターがついて動くというね座る場所があるというね、えー、ですから、あのー、私もねいろいろとお調べたところ この使ったことのある人はものすごい便利だったわけですよ。まあどこ行ってとか言ったら普通にね。あ,ーあの ピコピコとか言って、えマップでここですねとか言って、で買い物も全部できたりとか、もうね調べたりとか、もう音楽もそう、え映画もそう、ま動画もそう、あもうあらゆるものがもう車の中でね、え声でちょっと指示したら何でもやってくれるっていうなんか未来の車みたいになってるってわけですね。えこれが大変危険なわけですよ。えーだって車って もう情報のるつぼみたいなもんですからあらゆる、まあ、そういうね、あのー、頭脳を搭載した車って、あのー、例えば、ね、携帯電話充電しますと言ったら携帯の中の、ね、情報だって、えー、車とリンクなんかしちゃったりなんかするわけですからね、えーえー、当然そういうのは仕組みになってるわけですからそうするともう,もう携帯そのもの でプラスカーナビか何から全部乗っかってきてるわけですからねそうするとじゃあその人の位置情報、はいえー、これは全部中国共産党に筒抜けなわけですよ国家情報法がありますから中国企業が収集した個人データは、えー、国の命令に従って中国政府に提出しないといけないことになってますから法律でね、はい、ですから、あのー、中国製の車に乗ってる人はその位置情報が中国政府に丸見えなわけですよね えーえーまあ、一般人だから関係ないわなって言ったらそうじゃなくて日本,人も、あのー、日本人の行動とか、えー、日本人の生活とかあらゆるものをこの、ねえーまあ、ビッグデータとして中国政府が吸い上げるこれは大変問題なわけですね。えー、さらに言えば、あのーまあ、例えば、ねえー、今、大臣がいきなりそれを乗らないとしても。 若い時にずっと中国の車乗ってて、まあ、10年20年経ってねじゃあ政治家になって大物になって,ってことになるともうその人のじゃあ過去20年間の行動パターンとか 全部中国政府に行ってしまうそうすると例えばね当然 SNS もやってるわけですから家族構成はどうなってんのか、ね、幼稚園のお迎えあじゃあ娘はこの幼稚園行ってんだなとか、えー、おじいちゃんおばあちゃんはここの老人施設に入ってんだなとか毎週ねえー、えー、も木曜日は、えー、ど,どこでねチャンネルやってんのかとかね <laughs> 毎週何曜日はどこで買い物してんのかっていうのも全部分かっちゃうわけですよね。 こういううい関係とかかも分かっちゃうわけですよで社内の会話こんなんだって全部言ってると思いますよあと社内のね、まあ、どこにどんな隠しカメラがあるかまあ防犯と称して社内撮ってますからねこれだってじゃあ例えばねあの大企業の会長が乗ってました商談するねあのもしくはなんか打ち合わせするこの英語からあいやもうこれ映像から音声から 何を検索したかまで全部共産党続けですからねいやー恐ろしいですよねそうもうでに誰か書いてますけどこれあ簡単に暗殺できますからね、えー、例えば誰々と乗った車はいブレーキ全開ピコってやったらできちゃうわけですから、えー、わざわざ乗り込んでねアクセル踏む必要もないですよ遠隔操作でえー、えー、じゃあ何時何分はいはいアクセル全開とか やればそりゃ街中でアクセル全開したらそれどうなります、えー、でブレーキき効かないようにセットしてアクセル全開したらさすがにハンドルぐらいは直接つながってますからね、えー、行くでしょうけどもいや都内アクセル全開されたらいや無理ですよ生きてないですよ、まあ、要するに簡単に暗殺もできてしまうというね。 はい、ですから情報は抜かれるあと支払い情報も抜かれますよね、えー、こういう関係家族関係思想、えー、それから行動パターン、えー、お金の使い方はいまあそうね爆発させることもできるでしょう,、えー、もう暗殺させるのはまあまあ朝飯、えー、前でしょうね、はいえー、この人が乗ったこの車いつねこういうふうに動いて、えーね、あの殺すっていうことが別にあの細工する必要もないはい <laughs> えー、共産党が「行、えー、け」と「やれ」って言ったら「はい分かりました」「はいポチってやったらもう爆発でも暴走でも何でもできるわけですからねはいまあなのであの別にその自動車の車が悪いっていうよりも法律が悪いよね、えー、だって中国の企業は中国政府の指令に従ってね えー、情報活動をしなくてはいけないね。情報活動ってのは当然情報を取るだけじゃない場合によっては暗殺も含まれますからね、えー、それやらないと、えー、えらいことになっちゃうわけですからね。だからそんなやばい法律を持っている国の車を買うなんていうのはまあ私にはしたら狂気の沙汰ですよね,ねですからもう中国から安心して買えるものといったら まあもうザーサイと紹興酒とピータンぐらいじゃないでしょうかええー、まあできればザーサイも国産でねありますからねまあピータンぐらいかなピータンと紹興酒ぐらいでしょうかねええー、あとは中国から安心して買えるものはまあないですねはいというわけではい <laughs> こんなものが 世界に売れてるわけよ,、ね、えぴいよい私あのお金もらっても絶対に乗らないからねもし公園に行って中国製の車で迎えに来たらあの,あの乗車拒否しますよそれええまあしかもねあの私の知り合いでこんな車乗っ,てくるの乗ってる人いたら友達辞めますよええ いいいやいやいやだって乗ってくださいっていい結構ですって話ですからそんな車に、ね、乗ってるって神経どうかしてるって話ですからね経済安全保障とか自分の命とかどうでもいいんですかって話ですから、えー、ですからまあちょっともう友達やめますねはいでこの中国の、えー、スマートカーは東京と大阪にショールームできたの 誰が買うんだって話ですけどねいやまず中国人は買わないですよもうねこの番組でも何度も何度もやってますけど先週か先々週やりましたよねもう中国,に中国から日本に来た留学生が、えー、日本の SNS で政治的発言していたら帰国した時に逮捕されたんですからねですからもう日本にいる中国の中国からの留学生たちはもうビビっちゃって。 あの情報を残さないようにするっていうね、えー、だからもうスマホから何かだから絶対に中国製の,あの携帯なんか使わないですし車だって絶対中国の車なんか使わないですよとにかく共産党が怖いんですよ、えー、自分たち監視されてるわけだからだから、ね、記録に残さないっていうね、えー、だから思ってることとか政治的発言なんかを SNS でねつぶやくなんていうのはも完全にアウトなわけですねはい、えー、だからまだ中国人は使わないですよ だからねこの情報弱者のアホな日本人が買うんでしょうねそれだってねすげえ迷惑って感じですよはい出しああそうね地方自治体がね電気バスを買い始めてるというね、はい、ですからバスの中の会話とかね、えー、もしくはあの当然監視カメラもあるわけですからそれが中国共産党に、まあ、筒抜けということですよね 恐ろしいですね、えー。だってもうアメリカでは誰も買わないですよ。えー、なんか中国のその先端技術のものはもうアメリカは入れなくしているわけですね。監視カメラも含めて、えー。日本だけはね、未だにファーウェイ売ってるからね。街中で。やばくないリテラシー低すぎるだろうって話ですよ。えー、というわけで。 まあ中,国でまあ、中国は EV で輸出世界首位という、えー、EV 含めて、ね、自動車の輸出世界首位ということですけれどもね、まあ、まだ100万台、まあ、この3か月で100万台ということですけれどもいやー害がでかいな、はい、ですからもうあの、えー、まあどういう国が買ってるかっていうと中国と仲のいい国とかね、えー、中国が買えって言われたら無視できないような、まあ、奴隷国家、えー、付属国家みたいなえー えー、そういうところはもう買わざるを得ないんでしょうけど、だからそういう国にもう行けないよね。えー、普通にタクシー乗ったら中国製の車とか、えー、そうするとですよ、あ今、武田がタクシー乗ったな、はい、発進とかやられたら、<laughs> い<ー> <laughs> 運転手も死ぬけど、私も死ぬというね。えー、やばいよ。だって顔認証でも一発ですからね。で、タクシー乗った瞬間、 あ今武田が例えばスリランカのコロンボでタクシーに乗ったと分かっちゃうわけですよ0.1秒でねえその瞬間「はいアクセル全開」とかやったら <laughs> 死ぬんですよ私はえだから中国は行かないですけども中海外で中国製の車のタクシーに乗った途端私死ぬかもしれないですよえー、やばいよねいやだからもう中国製のタクシーとかも本だからもうバスだって無理ですよ だからもう、あ、そうそう、変顔して、でもね、変顔もね、限界がありますからね。でもダース・ベイダーかなんか被っていこうかしら。いやそしたら今度、ダース・ベイダー被ってるやつは武田だ、みたいな。<laughs> なっちゃいますからね。もう毎日、あの、変 <laughs> えなきゃダメですよね。<laughs> ひょっとことか、おかめとかですね。えー、いやもう、大変ですわ。はい。嫌な時代になりましたね。ほんと嫌な時代になりましたね。